夢持って生きてっか生きてっか叫べよ Fall Yeah 夢持って生きてっか生きてっか叫べよ Yeah。 ちょっと仕切り直しでやっていきたいと思います。それでは行きます。はい、行きます。先行閣下高校シャープ8小節2本 DJ サイクロンスピンナッシュわっさ喧嘩祭プチョ変ザーってか2回もやらせんなよこれ。いやそれで何かっか自信がまるで最近自信が多いから俺自信が自信があったぜ。いやてかシャラップだったと思ってたお前シャラップだよお前シャラップかお前シャラップって黙っといてくださーいっていう感じでいいや。いや黙れ BQI、それはかっか MCA は興味ねえぞ。お前がマグニチュード揺らすとこれ意味がねえんだ。何回となくマグニチュード 6.6 の MM それじゃ意味がねえかっか準備不足にはバース今日は消える。ああ今これ消えろサーカスとピエロお前の首をかったマックスは白ね。え、そもそも喧嘩祭なんだけどピエロとかいらないんだよお前。そういう話すんなら消えろよ。いや今なら話基地喧嘩の話だろ。マグニチュードって返して。いや俺自身の話でマグニチュードじゃないけれども、いや各約20秒後にお前は死ぬんだよ。いやこれが本当の基地喧嘩だ。いや地面を揺らしたところでお前の地面その地震お前は地震がないらしい。それが意味がない。トラッシュ今トラッシュ今ヒップホップ輝いて煙が海の金属のマイク半円消し切ったそれは先手あの日打った自分自身のその奥通ってその時の先生それが未来雑魚 MC 価格も見たよ。はい終了。それでは判定の方に行きたいと思います。先行閣下が勝ったと思う人ははい、高校シャープが勝ったと思う人はいえ、先行閣下が勝ったと思う人ははい、高校シャープが勝ったと思う人はイエローお願いします。先行はい閣下高校イエシャープですね。さあ判定はいかに。これ負けたら一言ルールいいですか。ちょっと言っちゃいたいことあって。はいいいよ別に。じゃあ今言いますね。いやダメ今言わなくていいよ。52対48、勝者閣下ですね。シャープ君、今、音源とかあります？なんか、ちょっともしかして。